来た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 。おお、ナイス。ナイスナイスナイス。びっくりした。下に。ナイス。でかそうよ。もう島遠征しかないかと思ってた。ちょっと諦めかけとったけど。その時や。ナイスです。いいよ、久しぶりに。俺もびっくりしたけど。おお、だいぶ向こうや。俺もびっくりしたけど、児玉さんもびっくりした。さっきから何回も当たりかなと思って風やったんですよ。で風かと思って風かなと思ったら、あ、でもリリースはしなくていいぐらいサイズですかね。持ち帰りサイズあるでしょ。あ、あるある。ああ、ナイス。いや、キロはないけど、うん、いいサイズよ。入れるサイズ、うん、わあ、いいじゃん。いいじゃん。意外と700、800、900、意外とある。キロ800、800。どうしましょう、これ。上がる？ない？上がらない？あー、上がりますかね。あー、でも持ってきます。しっかり抱きついてるから。あー、うし、すげえ腹減っとったとやろね、これ。いける？持ってきましょうか。はい、じゃあお願いします。ちょっと肩こり血側からいきますね。はい。オッケー。おお、いい、おお、いい、いい、サイズ。めっちゃ、わー、ナイス。でかい、でかい。でかい、でかい。よし、これ、ナイス。これ、キロはないとしても。何百か。800、900だいぶいっとっすね。たたた。とりあえず持ってくれなかったな。うん。ナイスです。高宮さんに。あははは。いただいたやつ。ナイス。ナイス。あざーす。いやー、これは完璧やろ。うん、ちゃんといくか、うん、ワンチャンキロ。うえーい、久しぶりに見たね、なんかちゃんといか、うん、いや、ちゃんといかや。この映像もなんか久しぶりに見た気がする。ちゃんといか。ナイス。ありがとうございます、ね、黒い鼻水垂らしよる、ね、嬉しい、嬉しい。うわ、ナイス。これは嬉しい。よし、ボックスに入れてきます、はい。世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣り岡でしょう。おお、いや、来ましたね。いいね、いいね。おお、顔がびっくりしてたもん、岡田さん。おお。いやー、いますね。カマス諦めてよかった。よかったですね。カマス本当に堤防の端っこだけ連れてて、おっちゃんたちが3人いて、はい、入るスペースなくて、でもおっちゃんたち毎頭連れてて、ですよね。俺ら全く連れなくて、なんかあのおっちゃんたちが毒のをずっとここで待つか、一旦イカに行くかって実はめっちゃ相談してて、よし、ここ、まあ他の人に場所取られてたとしても一旦諦めようってなって、こっちに来て。よかったっすね。イカだからもうだいぶ価値はある。児玉さん結構外側で釣ってたから。そうですね。俺も上行こう。本当だ、イカ墨いっぱいある。あ、ナイスー、児玉さん来たー。ナイスー。いいですね。めっちゃ引くんだけど。イカ？イカだと思う。イカイカイカ。めっちゃ引くならでっけんじゃないですか、まだ。わかんない。ドラグが緩すぎただけかもしれない。でもね、結構締めたんだよ。はい。いや、いいサイズだと思いますよ、児玉さん。連発やー。幕府の中、そっちに投げたって。幕府に対抗して投げたら。おー、来た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 。おー、いいサイズ、いいサイズ。お父さんと一緒くらい。すげー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 。ナイス。ちっちゃいかな。お父さん、ケツの方からお願いできますか。おいら、またどうかな、ケツに。あー、やだ。おー、やべえ。はい、今度は逆向き。逆に向こう。でも、まあ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 、いけるかな。あら、お願いします。はい。
オッケー、2匹目爆風の中、向こうに投げた。この風の中、しかも重たい。ひとしゃくり目で、ですね、なんか、あれあれっていう、当たりっていうか、なんだろう、なんか違和感、うん、違和感。赤い、紫赤い。うわー、重たいですよ。重たい、なんか、なんかパンパン、本当だね、なんか怖い、ちょっと触りたくなって。来て、高宮さん、いいアイテム買ったの。おーこれね、買ったの。何やろ、空気わかんない。バシャーなんかパンパンよ。うわ、パンパン、あ、重い重い。重いっすよ。ナイス。ナイスです。よかったー。釣れたー。釣れましたね。マジ移動してよかったよ。見て。ここも手が吹けない。ああ、でこれカチッて戻したらこれ取るだ。これね、見た瞬間、釣り具屋さんで見た瞬間一目惚れして買った。で見て、これ穴釣り用の餌。餌ゲット。あ、すいません、ありがとうございます。てかこの季節にこのサイズが、うん、そうかなり珍しいですよね。なんか多分上手な人からしたらもしかしたら普通なのかもしれないけど、俺らからするとね、春にしか釣れないイメージだから、うん、と記憶がないからね。ありがとうございます、大丈夫ですよ。イカ洗い。うわ、あ、すごいよ。まあまあ、一匹いるから。ナイス。え、じゃあ、ハタイ、買うか。あ、いいですか。じゃんけん、じゃんけんぽい。やったぜ。買った方が変わるのかなと思ったのにな。はい、あれから1時間ぐらい粘りましたが、はい、あの2匹で終わりました。終わりましたね。で4時半、もうあと1時間もせんうちに暗くなるけん、確かに、あのカマス戻ってカマスに人がいるかをチェックします。人がいるかをチェック。そうで、カマスのところに人がいなかったらすぐカマスして、うん、はい、そこがなかったら何しよう、5時から夕まずめ。夕まずめですね。また駅に戻ってきてもいいのかな。そうですね、夕まずめも駅チャンスありますもんね。じゃあカマス見に行って人いたらまたここに戻ってこよう、はい、ここか別ダイギング、はいはい、イカを狙ってみましょう。とりあえず移動します。はい、じゃあということで、はい、例の場所には先客さんがおったようで入れませんでした、はい、まだ明るい時間に釣り場に着くことができました。はい、俺が好きそうなというか俺が好き、へい、罠堤防、俺はこういうとこが一番好き。あ、小玉さんもなんだ。ライバルがいない。そう、ライバルがいないし、あの足場もいいし、なんか風もないし、街灯が優しい。好きー、こういうとこ。よし、行こう。はい、とりあえず最初ちょっとエギ投げ、投げます。昨日も投げやすそうです。味も釣れんかな。びっくりした。罠にかかってる。いや、なんか魚がチラッと見えたから何の魚だろうと思ったらズダダダダって。海を見ながら歩いてた。カメラには収まってる、そのシーンが。釣り禁止じゃないね、浮き輪がありますよと。お、いいか、これは。昔のイカスミ。お、あるあるある、あるあるある、もうえい、どこでも釣れてんだ、すごい、ね、結構進みある。1個あるってことは10匹釣れてると俺はいつも思うことにしてる。3個あったら30匹釣れてる。なるほど。だってたまにめっちゃイカが釣れてるって言われて行って炭が1個もなくてめっちゃ釣れる時あるもん、で帰る時に炭が1個もつかないで帰る時あるもん。だから別に絶対イカは炭吐くってわけじゃないからね。お、畑くん、アジング？アジング。いいね。いろんな可能性をね。はい。でも上手
な人はこうやって炭をつけないバレないようにビニール袋ですぐすって入れるらしいですね。そういうこと。釣り上げてすぐビニール袋入れて釣り場がバレないように、はい、汚さないようにじゃなくてバレないようにらしいです。でも意外と炭なんて汚れないけどな。アジング、おいいね、アジング。はい、どっち投げたんですか。あ、こっちょっと重めの。重めだね。あ、重めだったんですか。いや、わかんないけど分かんないけど重めな感じが、うん、あったやつつけて。寒いね、やっぱ。いいですね。もう12月後半、もうちょいで年越しですね。そうですね。もうなんかニュースではあと4日とか言ってですね。あと4日で年越し。ニュースじゃなくても分かるけど、ね。お、え、アジ、アジ、おー、アジ、ナイス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 、出ました。サイズは小さいけど十分やね。十分やね。もうさっきまでギガアジの話してたからちっちゃく見えるけど、アジはアジだもんね。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。手前で来たね。ですね、一番手前やった。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとまたサイズアップするかもしれないやん。ちょっと、頑張れ、頑張れ。おろ、あら、あらららら、何かおかしなことありました。駅がもう、あれ、竿のメンテナンスですね。何やってんだろう、竿のメンテナンスか。そうかそうか。確かに、やっとかないと老眼がひどいんで見えないです。逆にこの時間の方が見えないです。あ、そうなんだ。おろろろろ、エギングかな。竿のメンテナンスをメンテナンスチェック中ね。あっち、はい、とりあえずさっきは前に投げて釣れて、で、わ、来たって言った瞬間も上がってたから、だいぶ手前、めっちゃ手前ね。食うのが見えたぐらいです。あ、そうなんだ。言って思って、その辺でやっても全然食わんけん、そこから追っかけてた。下の方なのか、そこかな。そうやけどな、嘘やけどなっていうか、釣れたけん絶対いるよね。なんかね、誰かが何かのコツを。よし、俺もやろう、はい。あ、来た。あ、おお、あ、食ってる食ってる。あ、めっちゃいるよ。めっちゃいるよ。おお、めっちゃいるよ。アジめっちゃいるよ。ここ死ぬほどいるよ、アジ。あなたたち何やってたの。え、エギングビビるぐらいいるよ。何十匹ですか。もう何千匹来てるよ。追いかけてきました。あ、本当だ。キラキラしてた今。マジか。何千匹来てる。今来た。今来た。いやいや、今来てない。今集まってきた。ずっといた。今集まってきたっすね。ずっといた。ナイス。ずっといたけど、あなたたちが下手で釣れてなかっただけ。今集まってきたのが見えましたね。あ、ごめんなさい。です。いや、多分。いや、めっちゃ、足元におる。おー、多分ここにおる。当たり取れてなかったんだよ、君たち。今来たもんね。いや、ずっといたって。本当にね、うっすら違和感ぐらいの当たりが。あー、一瞬だけでしたね、試合。いや、いるって。5秒、5秒。試合終わった。いや、試合終わったよ、一瞬やった。君たちが下手なだけって。やっぱ、早いっすもんね。ねえ。スッて入ってきて、何百匹ぐらいついてきた。いや、ワームに何百匹かついてきた。あ、いるいるいる、いっぱいいるいっぱいいる。入ってきたっすね、今入ってきたっすね。入ってきた。ほら、見える。ナイス。今3匹ぐらい追っかけているのが見えます。いや、めっちゃ追っかけてきますね。いやー、今入ってきた。ちゃんと、はい。あらららら、あ、違う、行きますよ。はいはい、出た。はい、シャーン、シャーン、はい、ちょっと一応釣ったの見せないと。さっきYouTuberとして間違いのすぐ入れちゃった。はい、おえです。おえって久々言ったの。生おえが来てました。確かに、こだわさんあんま聞くことがないおえだった。僕が入った頃にはもう言わなくなっていた。また釣れ入ってきてないもんね、ハタ君。まだ来とらんす。まだ入ってきてない。ハタの方は入ってきてない。まだ来とらんすね、こっち。まだ真面目じゃないこと。違和感程度。とんでもない群れだけどな。ですね。凄まじい量がついてきた。マジっすか。
もしかしたらあっちの奥の街灯の方にあっち行ってみようか。行ってみます。あこう移動してんのかも。はい、投げやすそうですし、ね、行ってみますか。移動しましょう。はい、じゃあ移動します。はい、すぐ対岸に行きますね。はい、さあ対岸に行きます。はい、優しい街灯その2ですね。さっき入ってきた味がこの湾内の方にですね、予想で。はい、入ってきてないですね。入ってきてないですか。当たらない。まあ味だけではなくてイカとかもですね、あるかもしれない。うん、スラスミ、うん、本当だ、いるかもしれんけんが。子供さんはエギ？エギ。オッケーです。おらららららら、出てきた。あじゃ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 あグローブつけて買ったですね。手が汚れないグローブ。今日左手を。マジっすか？一個新品、新品持ってきた。二つ買った。小玉さん、はい、畑くんも激腹減ってきたってことで、はい、決まりました、はい、決まりました、合計あと、はい、全員で5匹釣るまで、はい、焼肉は食べれません。5匹釣ったら、はい、焼肉を食べれます。よっしゃ、はい、そんな中、おじさんはジグだ。ジグ使うんですね。この太い、太い竿なんで、うん、あ、なるほど。あ、じゃあ僕は引き続きアジング、はい、俺もアジングでやります。はい、あとは結構投げてから正面、はい、正面です。なんで5匹って言ったんだろう。2匹って言ってました。2匹、2匹、そうそうそう。3人で2匹。もう限界まで腹減ってきた。落ちた、1匹。暴れたよー、マジか。リリースも含まれるんでしたっけ。リリースも含まれる。うわ、味だろうな、ずれてたら。あ、ずれてない。リリースも含まれる。なんだろう。好きで真面目にこの味の量っていうのは場所が間違えてるね。焼肉食い行くか。行きますか。だってこの島でこんな釣れない、こんな頑張ってあんなちっちゃいの狙うぐらいなら焼肉食って遠いポイントに、はい、ちゃんとしたところで、ね、ちゃんとした釣りしたがいい気がする、はい、制約と制約を破って場所移動します。はい、焼肉食って移動、いい場所行こう。はい、やっぱりね、なんか腹減った。出力がなくなるけど、ね、何にしろ腹減ったわ。ゴーッと動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。